鼻水です。待って待って待って、マジで鼻水。毎回これ。はい。はい、というわけで、洋食喫茶カンカラは楽しい世のコーナーです。楽しい世のコーナー。鼻がズリズリ。鼻がさっきまでズリズリじゃなかったので、急にズリってしまったんですけど。私、はい、洋食喫茶カンカラの店長でございます。あ、私、関西演芸協会協会漫才師の地獄の遺伝子ヘルトナイでございます。さっきの動画で自己紹介するのしてなかったですね。まあまあでもいいよ、まあ、気にすんだ、まあ、皆さん知っていただいてるでしょうということで、はい、というわけで、はい、今回の洋食喫茶館から楽しいようなコーナーで、何でしょう、おしゃれなアイテムを用意しましたからね。おしゃれ、超おしゃれアイテム、仲良しちゃんが用意したのがこちら、はい、光るつけまつげ。見てください。こんなチープなことなんの？見てください、これ。基板剥き出し。基板剥き出し。いや、ほんまはあったんすよ。ただ、入れ物ね。ただ、つけなあかんのめんどくさかったから、もうこのままで基板剥き出しっていうね。すげえ、レトロフューチャー。レトロフューチャーってことだよ。レトロフューチャー。で、これを、なんかね、ここで、これが多分光るはずなんですよね。あー、なるほど。で、多分ここをつけたら。いけると思うんですよ。でこれを今日は、まあ、僕がつけたら多分普通の、はい、まあね、光る女装やから光る女装は面白いと思うけど、ヘルさんにねつけてもらってね、やるんすか、この店ってわあ面白いなって思ってもらいたいんですよね。というわけでちょっと待ってくださいね。怖い、めっちゃいける、いける、つけまなんていつぶり、こうどうつけたの、何回かつけ、こうつけるイメージっていうことなんでしょうね。だから、うん、多分目頭、あ、もうまぶたの、ちょうど上、はい、まぶたの上というかそのまつげの上らへんに、じゃあわしが貼りますね。あ、怖い、目細っ、どこに貼ったいん、これ、ここか、怖いよ、それなんか、よし、着いた、あー、どうなってんの、全然わからへん、ちょっと、あかんわか、心配した、ちょっと、もう持っとく、この、あ、じゃこれ持って、これどういう、上持ち上げて、よしよし、ちょっともうちょっと、もう、はい、オッケーオッケーオッケー、離した、スースーする、マジでオッケーオッケー、じゃあ次ね、片手ね、ちょっと待ってくださいよ、待てっつってんだろうが、怖いよ、待ってたわ、はい、ごめん、ヘルさん、怖いよ、ごめん、ヘルさん待ってた、なんか怖い、ヘルさん待ってたわ、ごめん、どうしていいか分からへんけど、なんか怖い、誰さん、何者、分からへん、よいしょ、じゃあ次行きますよ、はい、で、これをこう貼る、よいしょ、あ、しくった、まあいいや、バレへんからいいや、いや、なんかパカパカ浮いて、あー、取れるパカパカ浮いてるのはすごいわかんないけど、よいしょ、ちょっと待って、はい、ちょっと付け足しますね、足すことすんの、足し算、化粧は足し算、はっあー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 あああ、どうなってんの、めっちゃ面白い状態になってる、最終的にノリ、よし、オッケー、言える、待て、よし、あ、全然つかないヘルさん、なんか汗かいてんじゃないですか、汗かいてるよ、だって怖いもん、オッケー、まあまあとりあえずいいわ、これで、はい、はい、開けてもらって、開く、どうですか、なんとなくなんとなく、なんとなく、これどうしたらいいの、多分これを、はい、押したら多分つくはずなんです、左がなんか取れる、左が取れそうかも、まあまあいいや、まあいいや、行って、もう行って、あれあれどうなんの、あれ早くちょっと待って、早くして、ちょっと待って、ちょっと待って、え、ごめん、多分正常不良、正常不良って言うてるよ、なんかそう、なんで縦にすごい来てる気がする、ちょっと待って、何、いや、左まつげがすごい、待っていける、よし、いける、え、どうしたいん、これ、早く早くつけて、待っとれ、はい、早く、こうか、あー怖い怖い怖い目の前が光ってる、これあー、やっぱりそうか、やっぱりそうや、何、やっぱりそう、いや、これ多分接触不良は多分このボタン電池と左目が燃えてつかないんですよ、でここに備え付けのクリップがあったから、
多分これ金属通すはずや、はい、電気通すはずやからと思ってやってみたら意外に通った、はい、ああ左目が潰れる左目、ああ、どんな気持ち、どんな気持ち、ああどうだ、どうでした、うるさい目の前がうるさい、すっごいうるさいマジで、え、そうなんや、何やったら左に関してはずっとこう縦に縦に光がパパ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 そうなんや、パパパンパンちょっとあかん、俺今いける、あかん、こんなんとついきやせなの、あ、痛い痛い、まつげが痛いよ、なんでなんで、あかん、ちょっと待って、ひっつく、ちょっと待って、早くなんかひっつくって、ティッシュ、目が目が目がどうなってんのこれ、ロムスカパロフルラテタ以来のもんですよ、何がそれ、それ除光液、何、いや、あの、すげえアコール傷化粧水、うわ、怖い、はいはいはい、ここ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 ね、わかった、はい、拭いてね、はい、まあはっきり言いますけど、こんなに接触、当初ではこのクリップをピュッて刺したら綺麗につくはずやったんですけど、思ったよりつかなくて、片目だけピカピカするっていう事態になってしまった。痛い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 、あー大丈夫、痛い痛いなったのは、待って、ヘルさん角膜剥がれてるから気をつけ、前角膜剥がれたことあるか怖いね、あかんな、これ失敗したな、すみません、何、まあ大丈夫、なんかヘルさんなんか右ちょっとお姉みたい、後で撮る、後で撮る、ちょ、よし終わろう、もうこれガガガ、ドラゴンストップ、ドラゴンストップです、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました、またよかったらね、こちらの方でチャンネル登録、あとは次のおすすめの動画とか上げてますんで、よかったら見てやってください、どうもありがとうございました。